数日前から紅葉が始まった四万十市の黒村渓谷。モミジやイチョウなどが山を鮮やかに彩っています。今朝の県内はぐっと冷え込み、最低気温はいの町本川で 3.1 度、本山町で 3.2 度、四万十市江川崎で 5.9 度など、ほとんどの地点で今季最低となりました。民間の気象情報会社ウェザーニューズによりますと、放射冷却が強まる影響で、明日の朝は今日よりも気温が下がる見込みです。いの町本川では氷点下となる可能性があり、県内全域で今季一番の冷え込みとなる見込みです。一方で日中の寒さは今週木曜に一旦落ち着き、来週は20度を超えるところもありそうです。黒村渓谷の紅葉はあと1週間ほど楽しめそうです。